こんにちは、丸さんです。ついね、本屋さんの店頭とかコンビニの雑誌売り場とかネットで紹介された本とかはですね、気になる本をどうしてもこう欲しくなって買ってしまうことがあります。そういった雑誌をですね、紹介する動画を作っているんですが、今日ちょっとこういう面白い面白い雑誌を、見つけてきました。でつい買っちゃいましたよこういうの大好きなんですよね、僕。雑誌のタイトルは、蔵、信州を愛する大人の情報誌ということで、この蔵っていう雑誌をね、全国紙、全国で見えてるかな、会社がね、カントリープレスっていう長野県の会社なんです。長野県の会社が出している、情報誌で、しかもこれ長野県と山梨県ぐらいかな、あともしかしたら新潟とかもね、隣接してる、県でも買えるかもしれないんですけど、結構限定的です。その地方ならではの、話題とかね、そういったものを取り上げてるんですが、この蔵、これがね、僕結構好きな、昔から好きな雑誌 で今回これ買ってしまった理由がですね、これです。8月号なんですが、信州はミュージアム王国。わかります？ミュージアムね、いわゆる博物館、美術館、そういったものを総称してミュージアムです。英語で言うとミュージアムなんですけど、信州と言いますか、ね、長野県はとにかく博物館、美術館が多い、びっくりするほど多いで、悔しいぐらい山梨県としては追いつかないんです。これ日本一の美術館、博物館で魅力発見という信州で学ぼうという特集もありますけど、このね、蔵、信州を愛する大人の情報誌、信州ミュージアム王国というのがあります。どんな雑誌なのかな、見てみたいと思います。目次で言うとね、信州はミュージアム王国でしょ。で、1が美術館のカフェに行こう、いいね。2、夏のとっておき美術館、素晴らしい。3、国宝のある美術館、あるんですね、国宝のある美術館。4、建築家と美術館、これはね、わかります。美術館そのものが建築作品としてすごく美しかったりとかします。で、5番が唯一のお宝がある美術館、なんでしょうね唯一のお宝があるっていう、そんな形でありまして、特集の2番目、第2特集が信州で学ぼうですね。個性を伸ばす新しい教育の姿、これもまたちょっと面白そうですね。で、まず、見ていきます。これもいいよね。いきなりね、これ連載なのかな、信州遺産ということで出てます。旧軽井沢のカフェ鈴の音、ちょっとね、こう古い感じのある、趣のある喫茶店かな。野の花と暮らす唐木幸さん、これもそうなんですよね。生け花って意外とこう野の花を生けるっていうのはとても綺麗ですよね、面白いです。で、いよいよ特集、日本一の美術館、博物館で魅力発見、信州ミュージアム王国、やっぱりすごいや。美術館のカフェって、ね、なかなかおしゃれでいいんですよ。これがね、どういうわけか、図書館のカフェってあんまりおしゃれじゃなかったりとかするんです、最近ね、図書館のカフェもおしゃれなものは出てきてるんですが、時代的に言うと美術館のカフェ、博物館のカフェの方が昔からおしゃれなところが多かったと思います。カフェ山嵐、セゾン現代美術館、おしゃれですよね。ルヴァンカフェ、ルヴァン美術館、この庭がいいですね。そんな形で出てますね。ルカフェダルモーニー、ハーム美術館だって。このダリンみたいな、これ面白いな。本当におそらくこの号は信州にある博物館、美術館をほとんど全て網羅していると言っても過言ではないぐらい、載ってます。サントミューゼ、上田市立美術館、ロジャーカフェか、これね、面白いのね。未来の未来展、アニメがありました、未来の未来っていう、このね、信州上田、いいところだと思います。なかなかこのね、信州、安曇野千尋美術館などもね、夏のとっておき美術館ということで、紹介されてますね。
ぱりね、こういうなんていうのかな、こう時代がどんなに移り変わってもこう色褪せない作品がある美術館ってやっぱり素敵ですよね。松本市美術館はこれはまたすごいな、うん、草間彌生さんの作品とかあります。茅野市美術館、複合型美術館ってことなんですかね。素晴らしい。美術館、ホール、図書館、コミュニティスペース、JR 茅野駅東口と直結の交流の核、茅野市美術館、これもいいですよね。 JR 駅からすぐに行けるっていうのがいいですね。サントミューゼ、上田市立美術館、それと広告はね、すごいの。2021年春オープン、信州美術館本館の近況直撃、長野県信濃美術館東山会館だって。かっこいいなこれね。2021年、来年再来年の春オープンですけど、そんなのが東山会館リニューアルオープンっていうのがあるそうです。うん、ミュージアム王国信州はネットワーク、アートライン、アートリングで巡るということで、ミュージアムスタンプラリー、2019開催というのをやってますね。本当にたくさんの美術館がネットワークを組んでいるというのかな。それぞれ美術館巡りというのが楽しいですよね。それから新書です。厚見野のアートラインということで、厚見野にこれだけ16紹介されてますね。あと国宝のある美術館、三立服部美術館、これ焼き物ですね。すごい茶道ですよね。あとこれ土偶は、茅野市仙石縄文考古館か、いいですね。あとこっちの旧開智学校校舎、これ建築がいいですよね。昔の明治時代の建築、まあそれで建築家と美術館ということで入りまして、これ甲府道夫高原美術館のが紹介されています。安藤忠雄さんの設計ですけどね、コンクリートむき出しの安藤建築が松原湖畔に存在感。これね、あれここだよね、そう、甲府道夫高原美術館ってね、時々っていうか前新海誠さんの展覧会とかやってなかったかな、確かね。これ出身地なんですよ。それからサナって言っていいのかな、小笠原資料館とか、摩耗開拓平和記念館、これ新井優さん、それから伊藤豊さんの、下諏訪町立諏訪湖博物館、これは赤彦記念館、丸太船と春秋の早朝、水平虹をイメージ、面白い形ですよね。丸太船か、なるほど。まあ、そんな風にして美術館と、博物館、ね、村野東吾さんだってすごい、八ヶ岳美術館、原村歴史資料館、ここもちょっと古いっていうか由緒あるとこですよね。黒川紀章さんが志賀高原ロマン美術館、まあ、建築家と美術館、ある意味切っても切れないというか、そういったものがあります。はい、次変わると唯一のお宝がある美術館ということで、エンデミハイルエンデか、ミハイルエンデだな、すごいなこれ。黒姫童話館、長野県のですね、これはどこだっけ、信濃町ですね、野尻湖のある、あ、ここミハイル・エンデの資料を所蔵しています。すごい、まあ、ナウマン像とか野尻湖ですかね。ナウマン像ってのありますね。ナウマンっていう人がいるんだっけ、ね、なんかそんな地層の中からこう出てきた、まあ、いわゆるマンモスみたいな人ですよね。それからこの蝶の民族館も面白いし、何ね、カッパもあるんだ、恐竜とかね、面白いな。あとこれ面白いですね、民間の美術館ですけど、寒天パパミュージアム、野村陽子植物細密画家、植物の細密画もなかなか美しいですよね。こ
これ喋りながらねこうやって見てるとね結構時間がかかっちゃってるけど、絵画とか野外アートいいですね。こうやっぱりこう野外に置く屋外に置くアート作品なんてのもあります。まあ、そんな感じで出ていて第2部の新種で学ぼう、これもありますね。やっぱりいろんな個性的な学校がたくさんあるのかな。やっぱり年に、まあというわけでですねこれなかなか都内で手に入らないかな、大阪とかでも手に入らないかな。クラという雑誌があります。長野県のにある、カントリープレスという会社が、発行してるんですが、この信州の旬な情報満載クラ、これぜひ気になったらですね、13冊届いて1万円という定期購読もおすすめです。どっかでね1冊手に入れて定期購読なんていうのもあるかもしれません。僕は幸せなことに山梨県ではこれ手に入るので、気になる特集、ね、隣の県しか書いてないですけど山梨県載せてくれないのなかなかなんですが、これおすすめです。この蔵こういうの見てね本当にこう旅行というよりもねその美術館に行く博物館に行くその展示会に行くそういった旅の仕方もあるんじゃないかなと思います。富士山見るなら山中湖。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。